連合軍が入手したアバロンダムに関する情報を転送する。情報によればダム周辺には強力な対空防衛網が配備されている。そこで連合軍航空部隊が上空で敵対空砲火を引きつける。ガルム隊は連合軍のアバロンダム攻撃部隊とともに攻撃目標地点まで峡谷沿いに低空侵入せよ。それが今作戦を成功に導くための唯一のルートだ。 V2 発射制御施設を破壊すれば発射は阻止できるはずだ。 V2 には核弾頭が搭載されているものと推測する。この一発による被害は先の戦術核による被害を大きく上回る可能性が高い。本作戦は連合軍総動員の総力戦になる。この戦争は最後まで俺たちを死なせてくれないようだな。 V2 発射は必ず食い止める。行くぞ。第2強化地点。